サンドマ、サンドマ、サンドマングは1659年から1804年までの間、カリブ海のイスパニョーラ島の西3分の1を占めていたフランスの植民地である。砂糖とコーヒー貿易でフランス植民地の中でも最も利益を上げていた。今日のハイチ共和国にあたる。サンドマ、サンドマングはスペインがこの島の名前としていたサントドミンゴ、サントドミンゴ。 フランス語に直訳すれば、サンドミニクセインとドミニクか、サンイコールディマンシュセインとディマンシュとなるだろうが、フランス語になったものである。スペインはかつて、イスパニョーラ島全土を支配し、サントドミンゴと呼び、先住民や黒人奴隷を酷使して金鉱などを開発していたが、より豊かな金鉱、銀鉱が、南アメリカやメキシコに発見された1520年代以降、関心が薄れつつあった。 海賊の襲撃が相次ぐため、1606年スペイン王フェリペ3世は、イスパニョーラ島の植民者に対し、島の東の拠点都市サントドミンゴ周辺に移転するよう命令を出した。島の北や西には、イングランドやフランス、オランダなどの海賊が代わって、拠点を置くようになった。未開であった島の西北部では、フランス人やイングランド人の海賊たちが1625年に、 沖合の島トルトゥーガ島、トルチュ島に初の拠点を置き、スペイン船などを襲いながら、海賊同士の交易を行い野獣を買って生活した。スペイン軍はしばしばトルトゥーガ島を相当したが、海賊たちが獣や新鮮な水を求めて戻ってくることを止めれなかった。1659年、フランス王レイ14世は、トルトゥーガ島を公式に植民地とし、 新設されたが1664年に植民地経営を引き継ぎ、公式にイスパニョーラ島本土の西部の領有を宣言した。1670年には島北部に本土初の入植地カプフランセ、キャプチャーフランセ、現在のカパイシャンキャプチャーアイスヤヌを築いた。衰退しつつあったスペインにはそれを追い払う余力はなく、1697年の ライスワイク条約で正式に島の西側3分の1がフランス領となった。フランスは新植民地にサンドマと名付けた。その首都は1770年にカプフランセから島西部のゴナーブ湾に面したポルトオ・プランスに移っている。東側は引き続きスペインのサントドミンゴ植民地であり、現在ではドミニカ共和国として独立している。 フランス人植民者は、肥沃な北部海岸を中心に、多くの砂糖やコーヒー、タバコ、アイ、カカオのプランテーションを設立し、アフリカから奴隷たちを導入した。奴隷たちは、厳しい労働に耐えかね、しばしば山岳部へと逃亡した。逃亡奴隷、マルーンたちは産地にいた、先住民タイの族の最後の世代と共に、住み根血した。最後のタイの人が死ぬと、 ハイチにおける純粋やラワク系先住民は絶滅した。サンドマは18世紀のフランス植民地帝国で最も豊かな植民地となった。1750年以後はコーヒーの生産が急上昇して世界の総生産の半分を産出した。七年戦争、1756年から1763年の時期、サンドマ経済は穏やかに成長を遂げ、砂糖、 後にはコーヒーを主要作物にしていった。海上貿易を阻害していた七年戦争が終わると、経済は爆発的に成長した。1767年の記録では、サンドマはナナ、200万ポンドの外音号、100万ポンドの生成灯、100万ポンドの藍、200万ポンドの綿を輸出した。ほとんど放置された状態の島の東側、スペイン領をお尻目に、 アンティル諸島の真珠サンドマは1780年代までにヨーロッパで消費される砂糖の40%、コーヒーの60%を算出した。ベルギーほどの大きさしかない植民地サンドマ一箇所がイギリスの西インド諸島の全植民地を合わせたより多い砂糖とコーヒーを算出していた計算となる。18世紀半ばには灌溉設備が整えられ、砂糖キビ増産の体制が整った。 白人は数十万を数える。黒人奴隷に対し3万から4万程度と、人口では圧倒されていたが、権力や土地や富のほとんどすべてを握っていた。北部プランテーション地帯を独占する農園シュグランブラン、グホンブロンクたちや植民地政府の上層部はフランス生まれの白人であった。下級の白人プティブラン、プティブロンクたちは、軍人、商人、職人、 労働者などでサンドマ植民地に生まれ育った者やアカディアからイギリス人に追放されて逃げてきフランス人も多かった。この期間、サンドマは大西洋の奴隷貿易の行き先の大きな割合を占めていた。79万人のアフリカ人奴隷が奴隷貿易を通じてサンドマに売られ、プランテーションで働いていたと推定される。 1783年から1791年の大西洋の奴隷貿易の3分の1をハイ地域が占めた。1764年から1771年までは、毎年の奴隷輸入の平均は1万人から1万5千人の間、1786年頃までには、毎年平均2万8千人、1787年以降は、毎年4万人以上を輸入していた。 しかし、労働の厳しさと高い死亡率からコンスタントに、アフリカから霊を補給し続けないと人数を維持できない状態であり、植民地支配の終わり頃、白人支配層は3万2千人であった一方、黒人奴隷人口は50万人程度に低迷していた。植民地の時期、サンドマの黒人は、地元生まれの二世代目以降が少数派でアフリカ生まれのものが多数派であり、 奴隷労働が過酷であったために死亡する人口が多く、人口の自然像による拡大が起こる状態ではなかった。一方で、アフリカ生まれの人口が多かったことが、サンドマに、ウーリュー教や言語など、アフリカ文化の伝統を強く残すこととった。黒人奴隷たちに対しては、ルイ14世の知性に奴隷に対する秩序維持のため、制定された悪名高いが適用された。 この法律は、黒人奴隷に対する奴隷主の責務を規定しており、奴隷のカトリック回収の必要性や、奴隷主もカトリックであること、オランダ領の植民者に多かった、ユダヤ人の影響を排除するためを規定したほか、残虐な制裁も正当化するもので、多くの奴隷が吊るされたり埋められたり、マラリア化の蔓延する湿地に追い立てられたりして、殺された。逃亡奴隷であるマルームは、 山岳部に村を作りしばしば平地の農園を襲った。最も有名なマルーンはギニアから売られ1751年に逃亡した赤湾の元奴隷、フランソワ・マッカンダル、ファン・スイス・マッケンドルである。ブードゥの僧侶でもあった、彼は異なるマルーンの集団をまとめ上げ6年間に渡りの応援襲撃を繰り返し6000人以上を殺したと言われる。彼は 黒人奴隷たちの不満を吸収し、サンドマの白人文明が崩壊する熱狂的なビジョンを語りかけた。1758年に彼は捕まり、カプフランセの広場で家計にされたが、これは、ハイチ革命に先立つ、黒人反乱の一つであった。サンドマはまた、自由な有色人種。こうした集団は、ジェンズでクルールと呼ばれていたの人口が、ハリブ一帯で最も多く、 最も裕福な生活を送っていた場所であった。黒人法は黒人奴隷を抑圧した一方で奴隷が金銭を奴隷主に払って自由の身を得ることや文面上では自由有色人が白人同様フランス国民の地位を得ることも規定していた。1789年の王立国政調査では自由有色人は2万5000人を数えた。彼らの多くは フランス人植民者の男性が黒人奴隷の女性を夫人や愛人とした妻の子孫であった。自由な有色人たちは解放奴隷が多かったが、この階層には純粋なアフリカ人は少なく、白人と黒人の根血の子孫、ムラートが多かった。彼らが土地を買うことは禁止されてはいなかったため、自由有色人は次第にサンドマのコーヒー農園主の中でも無視できない。 勢力となっていった。1789年までにコーヒープランテーションの3分の1、黒人奴隷の4分の1は、有色人が所有した。北部の肥沃な一帯はすでに浮遊白人のものだったため、有色人らは土地が険しく、大西洋への航路からも離れていた未開拓の南部に入植した。1789年夏。 フランス革命の勃発がサンドマ植民地の天気となった。フランス人植民者が革命政府の信奉がどのようにサンドマに適用されるのか論争している間に1790年ムラートなどの有色自由人らが自分たちもまたフランス人権宣言のもとにあるフランス市民であると主張し内戦を始めた。さらに1791年8月22日。 北部カップフランセ近くの森で黒人奴隷たちが主人たちに対する反乱であるハイチ革命を開始した。ブールー教の儀式により革命の開始が宣言され、ブールーの僧侶であるダティボックマンが動員令を発し、数時間のうちに北部のプランテーションは相次いで戦火に飲み込まれた。9月、ブークマンは逮捕され処刑されたが、それまでに反乱は植民地全土に拡大し、 多くの白人植民者が殺害された。追い詰められた白人たちは、村と勢力と組んで反撃し、互いに多くの死者を出す戦いとなった。1792年、サンドマを安定化し、国民公開が認めたばかりの自由有色人種の社会的平等を徹底させ、植民地の支配を維持するため、革命政府の立法議会より、レジャーフェリシタ・サンターナックスが、 施設として送り込まれた。黒人奴隷の反乱は植民者や村と本国軍により抑えられた状態になったが、イスパニョーラ東東部からのスペイン軍の侵入により、情勢は変化した。黒人奴隷反乱軍を味方につけたスペイン軍が迫り、白人植民者の中にも反革命を掲げ、イギリスなどと組んで革命政府軍に敵対する動きが出る中、そんとナは、 黒人を味方にする必要に迫られた。1793年8月29日、ソントナは北部地域の奴隷たちに極めて限定されたものではあるが自由を宣言するという思い切った手に出た。9月と10月には植民地全域で奴隷解放が宣言された。1794年2月4日、国民公会はこの行為を認め、 全フランス植民地に対し同様の措置を適用した。黒人奴隷たちは即座には、ソントナの宣言を信用せず、白人植民者たちは、奴隷解放に反発するムラートなど自由有植人と、共にイギリスの支援でソントナ率いる革命政府軍と戦い続けた。スペイン側に転じていた黒人奴隷の指導者、トゥーさん、ルーベルジュル、フランソワ・ドミニクトゥーさんは、 奴隷解放宣言がフランス本国から届いた後、他の黒人指導者たちから離れ、1794年5月に革命政府軍の味方となった。ソントナは1796年本国の政変で解任されたが、元奴隷だった者たちが武器を取る流れは変わらなかった。イギリスはこの戦乱を契機にカリブ有数の富を誇ったサンドマに全面的な侵略を行ったが、 トゥーサン、ルーベルチュール、ジャンジャック・デサリーヌ、アンリ・クリストフのもと集まった黒人反乱軍は強力であった。イギリス軍は撃退され、1798年にはトゥーサン・ルーベルチュールが事実上の支配者の地位についた。しかし彼は植民地の全面独立や奴隷制を利用していた白人植民者への報復措置などは考えてはいなかった。1802年、 フランスを掌握したナポレオン・ボナパルトにより、サンドマに、シャルル・ビクトール・エマニュエル・ルクレール率いる大軍が送られ、黒人側は敗北した。交渉の席に呼ばれたトゥーサン・ルーベルチュールは逮捕され、フランスに送られ処刑された。黒人の再征服と再奴隷化に夢中になった、フランス軍に対し、黒人は反乱を開始し、両者と持ちで血を洗う残虐な戦闘を繰り広げた。特に、 フランス軍側の残酷な戦術はムラートたちを閉役させ、ムラートと黒人との連合が成立した。戦況は再び黒人側に傾いた。1803年11月の戦いで、フランス軍は大敗を起し、黒人の指導者、ジャンジャック・デ・サリーヌが1804年1月1日独立を宣言して、国号を先住民によるイスパニョーラ島の呼び名であった配置に、 改め、その皇帝に即位した、ハイチ帝国。白人植民者たちは敗北したフランス軍に先立ち、サンドマを去り、多くは北米のルイジアナ植民地へと逃亡した。残った白人に対し、トゥーサン・ルーベルジュールと違いデサリーヌは、容赦がなかった。奴隷労働への報いとして、黒人軍は、フランス人たちを虐殺した。唯一残ることを許された白人は、 ナポレオン軍の中にいて黒人軍との戦闘をためらい、中には黒人側につく者も,もあったポーランド軍団のポーランド軍人たちであった。悲惨な運命をたどった他の白人たちとは異なり彼らは残留を許された。帰国を選んだ者の他はハイチに住み、その末裔は今もハイチに住んでいる。こうしてサンドマ植民地は滅び、ハイチは黒人と村アートの国となった。 だが両者はその後もことあるごとに対立し続け、比較的裕福で、政権に近い村トに対する多数派の黒人の発は続いた。国内での混乱は独立後も続き、欧米からの干渉も耐えなかった。フランスは19世紀前半、フランス植民者が失った農園や財産などの賠償金をハイチ政府に請求し、ハイチは軍事的圧力の隠れを受け入れることとなった。 この賠償金は20世紀前半まで配置財政を苦しめた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。